本当にいいところだからこそあのいろんな来場者の方にも知ってほしいっていう思いでオープンキャンパススタッフをやってます。そうですね、ありがとうって言葉をいただくと本当にやっててよかったなって思います。その学生の明るさ、自主性、本当に楽しんで充実した4年間を送ってるなっていう仲間が周りに多いので、そういったものをちょっとでも感じてもらえたらなって思ってます。まあトランポリンみたいなもんですかね。すごい僕を高くジャンプさせてくれた学校ですね。どうですか今ちょっといい感じじゃないですか。いい感じじゃないですか。キャンパスはやっぱり来場者、高校生に限らず保護者ですとか、まあ、時には編入を考えている人もいますし、まあ、大半が高校生、中高生ではあるんですけど、が法政大学に来て、まあ、大学の雰囲気なりどんなことができるのかなっていうのを何でも情報を得に来る場、私たちはスタッフテーマとして見つける見つめるっていうものことしか掲げてまして、まあ、やっぱりメインの内容としては来場者の方々が何かしら見つける、そして何かしら見つめる、そんな場であったらいいな、そんなきっかけになる場でもあったらいいなと思いますし、まあ、あくまで付随ですけどスタッフそれぞれもそんな中から見つけるもの見つめるものたくさんあると思いますし、まあ、オープンキャンパス学生が今主体でやってますけど、まあ、11年目ということで改めて効率性なり本当に必要なことなりコンテンツ見直すきっかけになったらなっていう意味での見つける見つめるっていうのもこもってますね。受験の勉強をどうしたらいいとか、この学部はどんな学部ですかっていう質問が多いです、はい、その来場者が一番答えてほしいであろう答えを自分で自らの経験を生かしてですね、探し出して最善の答えをするように心がけています。人間環境学部でも、ある程度の選抜を経て、留学に行くことができるという、こちら法政大学独自の留学制度なのでとてもおすすめになっております。1番1だと思うと、劇場型犯罪の背景とは何でしょう。なぜ犯行予告なんかするのか、おそらくプライバシーとか個人情報等とか報道被害の問題に関してだけというのは、世の中の出来事を法律家の手法で分解して、どうするか、はい、じゃん、はい、店長が斜めになってるのはおしゃれなデザインだからですね。ここもですね、体を大きく使って丸、夏で答えを私に示してほしいと思います。自主的にやりましょう、俺らが作っていきましょう。だからこそ、その実際に出せるエネルギッシュなところがあったのかなっていうふうに僕は思いますし、まあ、そういうところに携われたことでやっぱり、あ、法政大学ってこういうことを許してくれる、こういうことができる、こういう文化がある学校なんだなっていう、まあ、より法政を深めるきっかけにもなったから、それは良かったかなっていうふうに、それが僕の学べたことかなというふうに思います。就職活動のスケジュールをしたのかっていうふうに説明しますと、やっぱり不安はあるかと思うんです。12月は8個ですね。まだそこまで本格的に始まったというよりは、これっていう答えに答えられるように決心しています。あとはやっぱり記者のお仕事について講義を聞いたり、
り時事問題プレゼンテーションとは言いますと、まあ、今だと TPP やらアベノミクスやらいろんなものが話題になっているんですけれども、その時話題に来年からは広告代理店の方で働くことになりました。高校3年生の頃に自分がオープンキャンパスに来て、まあ、法政大学すごい熱いところだなって感じまして、まあ、自分もオープンキャンパスサフやろうとその時から決めてました。自分も受験生の頃に、まあ、不安なことがいろいろあったんですけど、こうやって聞き出してもらうことで本当に自分がこう不安に思ってるんだとか、まあ、改めて見つめ直すことができたので、まあ、受験生の不安を解消できたのかなと思ってます。